それではお待たせしました。ただいまから外務大臣による記者会見を始めさせていただきます。まず私の方から1点ですね、ご報告をしたいと思います。今月の22日金曜日および23日の土曜日、愛知県の名古屋市におきまして、私は G20 の外務大臣会合を主催をいたします。G20 外務大臣会合では3つのテーマ、1つは自由貿易の推進とグローバルガバナンス、2つ目に持続可能な開発目標 SDGs の実現、そして3つ目にアフリカの開発、この3つをテーマといたします。まず自由貿易の推進とグローバルガバナンスのセッションにおきましては、基金の WTO 改革や大阪トラックを踏まえたルール作りの議論をリードすることに加え、日米貿易協定など2国間の取り組みを紹介したいと思っております。2つ目の SDGs のセッションでは、9月の SDGs サミットの成果を踏まえ、誰一人取り残さない社会の実現に向けた行動を加速する機運を高めたいと思います。最後3つ目のアフリカの開発セッションでは、今年のTICAD7の成果を踏まえつつ、経済、開発、平和安全保障といった分野についての議論を深めたいと思います。日本の G20 議長年の締めくくりとして、 G20 大阪サミットの成果をもとに日本外交のリーダーシップを発揮したいと考えております。またこの機会を捉えて、名古屋城をはじめとします歴史遺産に加え、世界有数の産業集積地であり、また日本屈指の貿易港を誇る愛知名古屋のさまざまな魅力を世界に向けて発信をしたい、このように考えております。私の方から以上です。はい、それでは質疑応答に移ります。じゃあ最初は NHK 山本記者お願いします。NHK の山本です。今お話のあった外相会合なんですけども、これに合わせて各国との米会談というのも調整されていると思いますけども、ロシアですとか韓国といったあたりが注目されると思いますが、今の調整状況の方を教えてください。今ですね、現時点で20カ国程度の外務大臣と出席をする見込みであります。これは G20 だけではなくて、何カ国かさらに再開をすると、こういう中でということであります。そこの中で今言いましたですね、3つのセッションを含めて全体の会議でかなり、基本的には土曜日になるわけでありますけど、時間が押しておりますんで、米会談に取れるスロットというのは限られておりますが、そこの中でですね、ラブロフ外相をはじめ、できる限りその時間を取ってですね、米会談も行ってみたいと思っております。はい、次お願いします。手を挙げてるみたい。はい、それでは中央日報、ユン・ソリョン記者お願いします。今日一部報道でムン・ジェイン大統領と安倍総理の対話の時に、韓国側から無断で写真撮影をした、で正義違反だっていう声が日本政府の中から上がっているっていうふうな報道がありましたけれども、日本政府のこういった声に関して大臣の意見聞かせてください。韓国側の一つ一つのですね、ことについて政府として説明する立場にはありません。大切なことは、韓国が今国際法に違反している状態、これを一日も早く是正をしてくれることだと、このように思っております。はい、次お願いします。はい、じゃあ、連合ニュース、イ・セヨン記者お願いします。連合ニュースの井伊と申します。よろしくお願いします。徴用の問題に関してお伺いしたいんですが、先日ムニさん韓国国会議長が日本を訪問したとき、日韓両国企業による自発的な寄付金と両国国民の国民からの募金で徴用された方々のための基金を作る方法を解決策として提案しました。この提案に対する日本政府はどういうふうに評価しているか、教えてください。ご質問は旧朝鮮半島出身労働者問題についてということでよろしいですか。日本でそういう表現されている問題ですね。はい、そのご質問でよろしいですか、それとも違いますか。はい、そうです。はい、ご指摘の件につきましては、
韓国の国会において、模索されているものであると承知をしておりまして、他国の立法府における議論について、日本政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。日本政府としては、韓国政府に対して国際法違反の状態の是正を強く求める立場に変わりはありません。まさにボールは韓国側、そして韓国政府にあると思っております。はい、他ございますか。じゃあ続けてもうちょっとお願いします。追加で、もし韓国政府からそういうような解決策を提案いただいた場合は、日本政府としてそれが検討の対象になる可能性とあるんですか。そのというのは何でしょうか。ムン機長が提案したそういうような提案ですね。ムン議長の提案につきましては、先ほどお答えしたとおりであります。韓国政府が、国際法違反の状態を是正すると、こういうですね、案をお示しいただきましたら、当然日本としてですね、それについては拝聴したいと思っております。はい、次お願いします。共同通信高尾記者お願いします。共同通信の高尾と申します。よろしくお願いします。在オーストラリア日本大使館がウィーンで開催中の芸術展の公認認定を取り消した問題についてお伺いします。大使館が主催者側の申請を受けて芸術展を公認したにもかかわらず、外務省本省が開幕1ヶ月後に公認を撤回しました。この間にどういったやり取りがあったのか、詳しい経緯について教えてください。また茂木大臣ご自身も多分展示内容に関する報告を受けて、公認を撤回すべき案件だとお考えになったのかどうか、大臣のご認識も合わせて教えてください。在オーストラリア大使館では、日オーストラリア両国の交流の促進と、オーストラリア、友好150周年への両国民の幅広い参加を目的として、本周年の機会に両国で行われる、文化事業等のうち、一定の要件を満たすものに対し、周年事業としての、認定を行ってきているところであります。ウィーン近代美術館で開催中の、本件展示会につきましては、対しましては、同周年事業、認定に関わる申請が行われた時点での展示内容に関する趣旨説明を踏まえて、周年事業認定を行ったところでありますが、その後、本件、展示内容の詳細が判明し、改めて検討した結果、本展示会は、日オーストラリア両国の相互理解及び友好関係の促進という周年事業の要件を満たすものではないことが明らかになったことから、主催者側に対しまして、周年事業認定の取り消しを通知。オーストラリアって言った。いや、失礼します。オーストラリアという聞こえたようです。オーストリアですね。オーストリアですけど、もう一回途中から言いますね。どこまで行ったかな。その後と、本件展示内容の詳細が判明して改めて検討した結果、本件展示会は日オーストリア両国の、相互理解及び友好関係の促進という周年事業の、要件を満たすものではないことが、明らかになった、ことから主催者側に対して周年事業認定の取り消しを、通知をしたところであります。今回の決定と、これは周年事業の要件を満たすものではない、こういう判断に基づいて行ったものでありまして、展示会の作品の表現の自由に関する評価を行うものではございません。はい、他ございますか。じゃあ先に共同通信斉藤記者お願いします。共同通信の斉藤です。今のオーストリアの美術展について、芸術展について、補足してお伺いします。今の大臣からお話がありました、要件を満たさなかったがゆえに、認定を取り消したという話でしたが、この要件を満たすか満たさないか、どこで判断するかというところがやはり議論を呼ぶんじゃないかと思います。大臣率直にまで報告を聞かれてて、もし要件を満たさないともしお感じになったとすれば、どこで満たさないとお感じになったのか、で今後同じような趣旨のことが出てくるかもしれません。何を線引きとするか、この辺について大臣のですね、お考えをお示しいただければと思います。先ほど申し上げたようにですね、これは日本とオーストラリア、150周年を迎える中でですね、
両国の相互理解および友好関係の促進、こういうですね、要件であります。正しい両国の理解につ、つながるのかと、そして友好関係の促進につながるのかと、まあ、こういう観点であります。はい、他ございますか。じゃあ後ろの方、IWGですか。お願いします。名前を名乗ってお願いします。すいません、 IWJ 木原と申します。今の質問にさらに補足させてあのいただきたいんですけれども、ですね、あの大西博之衆議院議員があの外務省にこの件に関して説明を10月30日に要求されているというふうに伺っておりまして、それで、ご自身 の, その議員のご自身のブログでですね、まあ、今回 の, その、日本とオーストリアの150年の反日展示会に関する質問をしたというふうに書かれていらっしゃるようなんですけれども、率直に言ってこの、展示の内容がですね、まあ、あの今回 の, その、内容が政権の批判とか、あるいは、昭和天皇を風刺する作品とか、まあ、そういったさまざまな、あるいは 原子力発電に関する、テーマにした作品とか、まあ、そういったようなものが内容にあるわけですけれども、こういうふうな内容に関して、まあ、要するに反日的であるというふうに判断されて、それが要件に合致しないというふうに判断されたということでしょうか。その点をお聞きしたいんですけれども。あの全く先ほどのですね、ご質問と同じであります。理由につきましては、先ほど申し上げた、まあ、2つのですね、周年事業の趣旨に合っていない、そしてこれは展示会の作品の表現の自由に関する評価を行うものでありませんということです。はい、他ございますか。じゃあもうちょっと中央日報をお願いします。あの先の話題にあの戻りたいと思いますけれども、あの写真撮影に関して現場で、あるいはあの写真が公開されて以降、写真撮影に関して韓国側に抗議など伝えられたんですか。それ聞いておりませんけど、いずれにしても重要なことは、今韓国が国際法違反の状態を是正をすることだと私は考えております。はい、他ございますか。じゃあもう一度 NHK 山本記者お願いします。 NHK の山本です。あの日米貿易協定の国会審議について伺いますが、はい、あの今日衆議院外務委員会審議ありましたけれども、野党側は日米首脳会談の議事録などの資料を求め、それが示されていないということに反発をして委員会退席をしました。と今もおそらく与野党協議続いているのかと思いますが、あのこれ資料提出ということについての政府側の見解というのをお願いいたします。あの日米貿易協定、そして日米デジタル貿易協定のですね、まあ、審議にあたりましては、できる限り、まあ、誠実に、そしてまた丁寧にですね、国会対応を行っているつもりであります。その上で、まあ、委員会の運営、そして、資料等につきましては、まさに理事会において、話し合って決めていただくことだと、あの理事会によって、理事会におきまして、決められたことにつきましては、できる限りの対応を、政府としても行っていきたいと思っております。はい、他よろしいでしょうか。じゃあすみません、最初、G 通信、丸橋記者お願いします。G 通信の丸橋です。お疲れ様です。あの香港情勢についてお聞きします。今日ですね、デモ参加者とみられる男性がですね、亡くなるという事態が起きまして、ちょっと情勢が悪化していると思うんですが、この件に関して茂木外相としてどのようにご覧になっているかということと、あと、まあ、中国政府や香港政府に対してですね、何らかのこう申し入れなり何らかをこう行ったりしたことがあるのかということについて確認します。まあ、抗議活動に参加していたとみられる、まあ、学生がですね、まあ、亡くなったと、まあ、報じられていることは承知いたしております。情勢を、まあ、注視していきたいと考えております。昨今 の, 香港情勢をめぐる、情勢について、まあ、大変ですね、憂慮しているところでありまして、自制と平和的な話し合いを、まあ、通じた解決を関係者に求めるとともに、事態が早期に収拾され、香港の安定が保たれることを強く期待をしております。日本政府としてもですね、先般の日中首脳会談においても安倍総理から香港情勢を大変憂慮しており、関係者には自制と対話による平和的解決を求めたい旨申し述べておりまして、
一国二制度の下での自由で開かれた香港の繁栄が重要であるということを伝えたところであります。その上で申し上げると、平和的な解決を求めていくと、自制と平和的な話し合いによって、事態が収拾していく。私がこの場でこれ以上のことを言うのは、こういう立場からですね、プラスにはならないと思っております。はい、他ございますか。じゃあ、最初、じゃあ NHK、河野記者からお願いします。NHK の河野です。日韓関係に戻るんですけれども、ムン議長の提案については言及は直接はできないということで、韓国政府が同様の提案をしたらというご質問が先ほどあったかと思うんですが、この点について、その慰謝料の支払いをその自主的に日韓両国の企業と個人から募ると、これは、先ほど言われたその韓国政府が国際法違反の状態を是正するということと整合的なんでしょうか。その自主的で あれば日本側がお金を出すということは、国際法違反の状態とは整合的なのか、そうではないのか、その点についてお伺いします。仮定の質問にはなかなかお答え、しにくい部分がありまして、具体的な提案が、出てきた段階でそれについて判断をさせていただくということですが、いずれにしてもですね、国際法違反の状態を是正するような提案、これがありましたら、十分耳は傾けたいと思っております。はい、次に、NHK 渡辺記者お願いします。すいません、 NHK の渡辺です。日露関係をお伺いしたいんですけれども、6日の日にですね、モスクワで、時間級協議ございました。この時間級協議の、に対する評価と、それに基づく今後の共同経済活動、それから、大臣自らの交渉担当者でもありますが、平和条約交渉、これに基づいてどうやって進めていきたいと考えていらっしゃるか、その辺お願いします。6日にですね、森外相がモスクワにおきまして、日露の関係省庁と、出席のもと、モルグロフ、外務次官との間で、北方四島における共同経済活動を中心に、協議を行ったところであります。特に共同経済活動のパイロットプロジェクトについて、実施状況を総括して、日露双方ともに、高く評価をしたと。また今後の方向性について具体的な議論を行い、引き続き、着実に取り組みを進めていく重要性を、確認したと、こういう報告を受けております。元島民の方々のための人道的措置や、今後の、政治日程等についても併せて、議論をし、全体として、有意義な、協議となったと聞いております。冒頭申し上げましたが、G20、外相会合、今月行われるわけでありまして、その際に、ラブロフ、外相とのですね、会談を、調整をしたいと思っております。また訪ロ、調整されておりますので、諸般の情勢が許せば、年内にも、モスクワを訪問したいと考えております。はい、他よろしいでしょうか。はい、それではこれで大臣会見終了します。お疲れ様でした。